東三条殿の復元模型1、神殿2、北大3、細殿4、東大5、東北大6、侍所7、渡殿8、西須貴郎9、釣戸の東三条殿は平安時代に平安京作京三条三坊一丁及び二丁の南北二丁にまたがって建てられた邸宅東三条院とも現在の京都市中京区を思考時通り 鎌座西北角の付近にあたる。石関家当主の邸宅の一つで、特に藤原金家の主邸であったところから彼を東三条殿と申し、またその娘、藤原選手の里代であったところから、彼女は出家後に東三条院の院号を与えられて、初の入院となった。小院や里代理としても用いられ、特に11世紀後半からは、 石棺家の象徴的邸宅として重視され、方言の乱の舞台ともなった。また、大田勢六によって神殿作りの代表例とされて、以来、建築士の研究対象としても重視されている。二中歴、十、悪田省に、その所在地と共に、忠だ公、藤原義久の家と見え、低信公、藤原忠平、藤原金家が伝了したほか、 重明親王の家であったとも伝えるが、初期の伝領関係や使用歴には、不明な点が多い。吉房の主たる邸宅としては、平安京北東に東一条殿や染殿があり、同時代の記録上に東三条殿の名は見えない。ちなみに、右京にあった弟、藤原義美の邸宅は西三条殿と呼ばれた。一方、 東三条殿の西には、西の東院王子を挟んで、冬継ぎの邸宅であった官員があり、そのさらに西には、堀川殿があった。記録の上では、日本紀略人ら4年に、大上大臣、藤原元常の邸宅として、東京三条大が見える。ついで官票5年8月と、官票9年8月に、大上皇と皇后が東三条院に占拠したとみえ、 そのまま当時の条項に否定すると、それぞれ要請条項、歌条項に関わる記事と考えられるものの、両記事の内容が日付を含めほぼ同文であることや、この時期皇後,后は不在のことから疑問が残る。後者について、不走略記により詳しい記事があるところから、第二本資料では上位直後の歌条項と、後退後半史上の記事としてのみ再録する。条項は約半年後に、 須田区院に移っている忠平の日記帝神後期には上平一年二月に東三条から書状を送ったことが見えこの頃には忠平の所有であったらしい天略元年十月には村上天皇女後藤原信子が東三条大で没しているまた重明親王は忠平の女性であったことから一時期その家であったという伝承も 史実と考えられている。茂昭親王帝時代の説話は、根弱物語集や、中外症等に見え、左近桜を茂昭親王帝から代理に移したという伝承も、東三条殿に関わるとも言われる。その後、忠平の孫である、藤原兼家の妻の一人が記した、かげ日記の案内2年うるう5月の段に、新しきところを作るとて通り二寄りに立ち寄ってくる、等とあり。 翌年諸島の段には、めでたく作りがかやかしするところに、アスナ、ム、コヨイナムとののしるとあることから、この頃に、県下が東三条台を改築して、自邸としたと考えられている。ちょうど、安ン元年に、県下長女の藤原長子が、冷静天皇に受大しており、その里台としての機能があったとする説もある。当時の構造は中央に神殿が置かれて、その左右に、 東西の隊が連なる本院と敷地の南側に別邸である難院を配置していたとされる。この後、東三条殿は喧嘩の主邸となったため、彼のことを東三条殿と号す。喧嘩の中の兄、藤原兼道は近くの堀川殿を主邸として堀川殿と呼ばれ、映画物語には東三条殿へ向かうシャバを兼道側が監視した様が描かれている。 なお、安内2年8月、霊勢天皇が、遠遊天皇に上位した際に、皇后政子内親王は、東三条に移っているが、この御所はその後、三条院、三条御所等とも呼ばれ、省略2年に消防しており、別の邸宅であったらしい。長子は天縁4年、東三条殿で、伊佐田親王を生み、同じく長子の生んだため、御子親王 厚道新郎も東三条殿で育った。また、遠友天皇の女吾であった喧嘩次女、藤原選手は難院を里大とし、天元三年にはここで海人新郎を生んだ。栄冠二年三月、東三条殿は消防する。当時、代理は近くの堀川殿にあり、東宮諸貞新郎は隣の官員にいたため、多くの苦業が付近に駆けつけたという。ただ、 南院は消防を逃れたらしく、海人新能は同年8月、立太子とともに南院から代理の業界者へ移っている。また、神奈元年には、戦士と海人新能のいる東三条大南院を遠悠上皇が訪れている。翌年6月末に海人新能が一条天皇として即位すると、7月に戦士は東三条大南院で交代号に立候され、 大理に移った。追って、南院では伊佐田新能が、元服、立大使している。摂政となった、喧嘩は、翌永遠元年、東三条大法院を再建し、7月には、移り住んだ。大鏡によると、この時に、西大を、大理の西領殿に模して建てたために批判を浴びたという。8月末には南院に、戦士が入っている。大鏡によれば、この頃、 戦士は、源の孔明の娘、秋子を、東三条殿の東隊に住まわせて、姫宮のようにもてなし、藤原の道長を通わせたという。省略一年七月の喧嘩の死後、東三条殿は、父の後を継いで石棺となっていた、着難道高に継承されたとみられる。同年十月に、中宮の藤原定氏は東三条大より受代している。また、引き続き、 戦士の里大として用いられたらしく、戦士は幾度か代理から食音増氏を経て東三条代に下っている。翌年の省略2年9月、戦士は食音増氏で出家して日本最初の女院となり、この居宅の名より東三条院を因号を落とした。ただ、11月に代理を退出して以降は道長の土御門殿を御所とし、東三条殿に住むことはなかった。 省略4年3月、摂政、道高の邸宅であった東三条大の難院が、全焼する。本院は、消失を免れたらしく、難院もすぐに再建され、翌年11月には完成した。大鏡には、この頃に、道高着難のこれ地下が、難院において、弓の遊びを開催した際に、思いかけずやってきた道長を道高が勘退したが、 弓の勝負で自家の繁栄を制限した道長が勝って青ざめたという逸話が伝えられている。また、蝶徳元年1月、冷静上皇の御所下門院が消防した際には、禁防ということもあり、東三条大に難を逃れている。蝶徳元年4月、病の重くなった道高は、難院で出家した後、講じた。道高の死後の具体的な電流過程は明らかでないが、 道高の子供たちが道長との清掃に敗れた影響か、間もなく道長の所有となったらしい。長保元年7月、伊佐田新王が東三条殿に入り、その後所となっているが、長報2年12月、ここで、伊佐田新王の子厚明新納の読書誌が行われた際に、藤原光勢は、左大臣東三条大と明記している。一方、東三条院戦士は、 小徳4年10月頃、土見門殿から道長が新しく購入した一条殿に移り、長宝1年7月には再び土見角殿に戻っている。長宝2年頃よりは病が重くなり、頻繁に御所を移しているが、長宝3年をルー12月、藤原皇帝の邸宅に移り、放御した。長宝四年八月、東宮妃藤原原氏の皇居により、伊佐田親王は、 大井の三殿に移る。その後、道長は東三条殿を改築し、敷地の西側にあった泉の水を庭園に活用するために西体を廃した。観光2年2月に完成し、道長の頭市の儀が行われたが、道長の主邸は引き続き土帝殿であった。同年11月末から約3ヶ月は代理の火災のため、 一条天皇の里代理となり、東宮伊佐田親王は南院に入った。観光三年三月、代理が一条院に移った直後に、霊勢上皇が三条院に、ついで南院に移っており、十月の南院消防の際には東三条殿に避難している。この南院は再建の後、観光五年十二月より再び霊勢上皇の御所となって、観光八年十月に、 上皇はここで崩御した。なお、難院は、映画物語に、厚道新郎の居宅として見え、官任2年に没した厚安新郎も、難院で公居したとされる。ただし、冷静上皇の御所であった難院を含め、これらの事項は、資料上、難院、南の院等とのみ記されることが多く、東三条殿の難院であるかどうかには、異論もある。観光8年6月、 伊佐田親王は一条院内裏で、戦争の後、東三条殿で約二ヶ月を過ごしてから、代理に移った。東三条殿は道長娘の三条天皇、中宮の藤原健子の御所として使用されたが、昭和2年1月に火災で焼失した。その後、東三条殿は再建されないままに、道長着内寄り道に譲られた。 万十2年12月から再建が始まったが、再建中の長元2年にすでに東三条殿に移り住んでいた寄り道が病に倒れたところ、恩苗氏から住所きれすなわちこの邸宅で死去し、息子たちを道長に失脚させられた道高の恩苗が病を引き起こしたと進言をされ、寄り道は一時退避して、道高、道長のおじにあたる不可覚が長伏のための記念を行ったという。 結局、完成間近の長元4年4月に再度消失した。長略2年より再度造営が始まり、長久4年にようやく完成を見た。この年12月、代理であった一乗院が消防すると、東三条殿が御須作天皇の里代理となり、監督2年1月に天皇は東三条殿で奉御した。東三条殿復元図より道はその後も東三条台には、 すまず、長女の御霊勢天皇皇后、藤原博子の御所となった後、嫡男、藤原諸種の所有となった。中外省によれば、諸種は元服の後、東三条殿で生活したという。一方、河本茂雄によれば、諸種は大臣となった公平三年頃より、東三条殿を大教等の行事を行う邸宅と、するようになり、 特に情報二年に、おじ、藤原のりみちから、藤市長者を引き継ぐと、摂関家の象徴である、四季大番をここに移し、以後、地女の五十日、元服、立候など、大規模な儀式を行う場とした。これは、この頃より日常生活を営む邸宅は鯛の屋を主体とした造りとなっており、大京等を行える大きな神殿を持つ東三条殿は、 儀式専用の邸宅となったためという。東三条殿の所有権は、公は1年3月、富士市長者を継いでいた、着南藤原市通に譲られたが、3ヶ月後に市通が死去したため、所有権は再び諸座根に戻り、2年後のその死後は、制裁の源の霊子の管理下に置かれた。この間も東三条殿は、接管家の儀式の場として用いられ、永久2年に、 霊子が没すると、東三条殿を含む所領は、市通の着難、藤原忠実の所有となった。翌年7月、忠実は東三条殿に移り、2年後に、心臓のカモインに移るまで滞在した。類寿雑用書にはこの渡ましの儀頭、この時期の東三条殿を舞台にした儀礼の様子が、図面と共に収められている。また、後白河院の命で制作された、 年中行事絵巻の代表等の場面も東三条殿を舞台としているとされる。保安元年1月、忠実は、着南、藤原忠道に東三条殿の所有権を譲った。同年11月、白河院により忠実の内乱が停止され、翌年はじめに忠道が関白に就任した後も、東三条殿は、接管家の大規模な行事の会場として用いられた。 長生四年に忠道の後継者であった弟、藤原頼長が、この江大将に任じられた頃から、頼長の重要儀式にも用いられている。工事二年、忠道に男子元真が生まれたことにより、石関家の継承をめぐり、忠実、頼長と忠道の間に対立が生じた。この頃から、忠道は、前年に収蔵した、この江戸のも大規模儀式にも利用するようになった。 忠道、頼長よりの船仲は、次第に、深刻化し、特にそれぞれの幼女のこの江天皇への受大、立候をめぐって鋭く対立したが、東三条殿もその舞台の一つとなっている。まず、旧安5年12月末から1ヶ月間、東三条殿は、この江天皇の元服のためにその里代理となった。背景には、この江天皇が忠道娘の藤原聖子を、順母としていたことがある。 年が明けた1月、引き続き東三条殿を代理としていた、この江天皇の下に、頼長の幼女、藤原松子が受代し、3月に、かやで皇后に作立された。これに対し、4月には、忠道の幼女、藤原氏め子が東三条代から、この江天皇の下に受代し、6月に、東三条殿で中宮のに作立された。頼長を超愛し、 従来の取り決め通り、忠道から頼長への富士市長者継承を求める。忠実は、同年9月、源た義吉ら武士を引き連れて、関白忠道が滞在する東三条殿に乗り込み、忠道を感動し、富士市長者と東三条殿、手記大番頭を没収して、頼長に与えた。その後、東三条殿は、来長いへの重要儀式の場となった。 その後も、忠道と頼長の対立は解消せず、方言元年7月2日、おえとなっていた鳥羽法王が崩御すると、事態は急展開した。方言物語によれば、東三条殿には、頼長と結ぶス徳城広報の軍勢が集結し、謀反を計画したという。7月8日、頼長の宇治滞在中に、後白河天皇の軍が東三条殿を接収した。 これをきっかけに、後白河天皇、忠道側と寿徳上皇、頼長側による方言の乱が勃発し、3日後には天皇と藤原忠道以下、天皇側の文部百官がここに立てこもった。この乱で勝利した天皇は忠道に東三条殿を返還した。乱の翌年、忠道は東三条殿の修理を行い、7月から1月ほど後白河天皇が、 里代理として利用した後、忠道娘の藤原聖子に譲られた。里代理とした際には、神殿を、失神殿、東大を、聖領殿に当てて、槍水の上にあるお車寄せ楼を、常御所として用いたことが、平反期に記録されている。その後、二条天皇も、ひ時じき里代理として利用した。その後、高家門院から、忠道嫡男のこの絵元ザネに譲られたが、 人南元年7月に、元座根が創生すると、その室平守子が伝領した。10月には、平重子書生の皇太子、範人の人親王新郎の立太子の儀が行われ、そのままその御所となったが、同年12月末、の人親王新能の着子の儀が行われた2日後に、火災で消失した。以後は再建されずに後廃し、しばしば里代理となった官員に面する。 東三条の森となった。経緯は不明ながら、東三条殿の西北部には、春日社と関わりの深い角ぶり明人、早草明人の二社が誕生され、陳樹となっていた。県下が東三条殿を新造した、永遠元年10月、一条天皇の行行を受けて、14下に加害され、道庁の改築後の観光3年3月にも一条天皇の、 里代理となったことにより正二位に加害された。その後、旧安六年、この上天皇の元服の里代理となった際にも加害を受けた。映画物語には、三上院の隅の神のたたりが東三上院、戦死の病を悪化させたと語られ、中外省には東三上殿にで、新言法を受けていた時に、天狗帽子が数人現れたため、忠実が、 各明神を呼んで追い払ったことが語られ、後に夢の中の出来事として、カスがゴン元気、第4巻に絵画化されている。中外省には他にもガドブリ妙人を熱く信仰し、その板敷きを神殿の板敷きより高くしていたこと等が語られている。また、根尺物語終末期19には、この社の神が権限し、いつも拝んでいた層に放音する話が収められている。 ありがとうございます。